皆さんこんにちは、なおなお軍曹です。今日はですね、ベタちゃんについて話をしたいと思います。最近ですね、ツイッターなんかを見ててもですね、ベタを飼育なさってる方とっても多いんじゃないでしょうか。ベタちゃんをね、飼育していての悩みの一つに、ヒレがボロボロになってしまう、そういったね、悩みを持つ方もいると思うんですよ。でもですね、そこでぜひ諦めないでください。ベタちゃんのヒレは回復する可能性があります。普通に飼育してても治ることはあるんですが、このようにスーマという商品を使ってあげるとより効果があります。今回はそのスーマの紹介と実際にベタちゃんが回復する様子をご覧ください。一つ目はこちら、スーマタンニンです。これはね、スーマの中でもとびきりおすすめのものとなっています。現地にいる環境を作るためにマジックリーフなんかを入れたりしますよね。あの成分が入ってるんです。なのでこの、スーマタンニンをね、入れることによってかなりね、ベタちゃんにとってね、よりいい環境になります。ブラックウォーターってやっぱ好き嫌い分かれますよね。というのも、液がもう抹茶茶色になって本来のね、美しい色のベタちゃんの色がね、わからない、そういうことになるんで、このスーマタンニンはですね、入れたとしてもポタッ、入れたとしても色が変わりません。透明のままマジックリーフでね、入れた抹茶茶色になったブラックウォーターとね、ほぼほぼ似たような効果が得られるということなので、これはね、嬉しいですよね。おすすめです、スーマタンニン。で、次に紹介したいのはこちらですね、スーマギル&テール。ヒレ掛け、そういったものにかなり効果があります。もちろん全ての個体がね、復活するわけじゃないんですけども、かなりのね、確率でヒレ掛けがね、治ってくれます。これもね、必需品だと思います。おすすめです。次はこちら、ボディストロング、スーマボディストロングですね。こちらは体がね、こう怪我してしまった時とか、そういった時に使います。こうオロナイン的な、そういう感覚かなと私は思っています。あんま使うことないですね。そもそも流木がたくさんあるとか、結構硬い水草がね、わしゃわしゃしているようなところでベタを飼育していると結構体が傷ついたりすることもあるんですけども、基本的にね、ろ過器なしでこのようにね、ショップと同じような飼育環境ですと、そんなに体が傷つくってことはないですね。万が一傷ついた時にとっても重要です。次にこちら、スーマソリッドカラーということで、色上げですね。ちょっと色が薄くなったなとか、従来よりもね、色が薄くなっちゃったかなとかっていう場合に使うといいと思います。特にね、到着して色が薄い時なんかはね、いいかもしれませんが、安定してからはね、そうそう使うことはないかなと思います。続いてこちら、バクテリア&なんちゃらこちらはですね、殺菌効果がありますので、結構ね、汚い水になった時でも、どうしても水替えができない、水替えするのが一番なんですけど、どうしてもね、ちょっと今水替えできないぞっていう時なんかは有効かもしれません。私はあんまり使うことはないです。こちら、スーマヒロ、こちらはですね、カルキ抜きの効果があります。だいたいアクア始めてね、経験が若い人はね、だんだん浄水器をね、使ったり、マーフィード、ね、そういうものを使ったりしていくんですが、特にね、そういう機材がないよっていう人はおすすめかもしれません。続いてね、紹介するのはこちら、スーマウェザー自然とコントロール温度と書いてあります。で、こちらの商品はですね、ヒーターを使ってない人向けの添加剤です。というのもですね、低体温に強くなる、そういった成分が入っています。私のね、部屋もね、一つ一つね、ヒーターを入れてたらとてもじゃないですけど、電源の数もね、足りないですし、電気代もね、とんでもないことになっちゃうので、エアコンつけっぱなしのね、室内温度管理となっています。なので最高でも水温はね、24度ぐらいにしかならないんですよ。なので
でこれを入れとくとね、あの低体温に強いベタちゃんに、ね、なるということでおすすめです。最後はですね、こちらスーマスノーということで、白癜病や呼傷病になった時にね、あの使う、もしくはその予防のためにね使うというものです。でこちらはね、あの白癜病にねどうしてもなっちゃうよっていう人はおすすめなんですが、あくまでね治療薬じゃないんですよ。これは、ね、入れたからといって必ず治るわけじゃないので、そこは注意してください。どちらかというとね、私はあのほとんどあの白癜病、呼傷病になることがないので、ね、あんまり使わないです。こういった日々のねトリートメント、ソルト、そしてタンニンとかね、そういったものを使っていると、あと毎日の水替えですね。毎日の水替え、全換水です。毎日の水替えをしっかりねやっていれば、そんなねしょっちゅう病気になることないんで、逆にね自分がこう飼ってていろんなね病気になっちゃうなっていう人は、飼育方法をちょっとねもう一度見つめ直してですね、普段のトリートメントをしっかりねすることを心がけた方がいいと思います。まあでもそれでもね、予防としてはねいいかもしれませんので、これもねぜひ試してみてください。こちらのねスーマの商品も非常におすすめとなっています。こちらはデトックスバイオということで、いわゆるねあのブラックウォーターにするね元なんですが、こちらはですねあの自然のものしか入ってないんですよ。例えばあのマジックリーフなんかもそうなんですが、このクルミの成分なんかも入っていて非常にねいいんですよ。普段は50リットルに対し 1g、 かなり少なくて済みますよね。で治療なんかの時には5から10リットルに対して 1g ということです。これね本当に体調悪いベタちゃんが激変するということでね、過去ねあの紹介したベタ専門店のリードボックスのね店長さんも非常におすすめしております。まあ、デトックスということで、こちらね人間にも当てはまりますよね。もう体の中をきれいにするということですので、例えばですねあの本当にこう便秘になっちゃって転覆したとか、そういった場合にもね効果があるということです。ブラックウォーターほどね色変わりませんね。ほんのりうっすらちょっと透明よりかは色ついたかなっていうぐらい、ほんとかすかな感じですね。はい、今度はね治療の時用のために入れる5リットル中に 1g というねぐらいの割合で入れてあります。あのマジックリーフなんかを入れてもろにこうねブラックウォーター化するっていう感じよりかは全然ねあの透明ですね。なのであのブラックウォーターにねしちゃってベタ本来のあの美しい色がね落ちちゃうなっていう人にとってはとってもねいいかもしれません。こちらヒレがボロボロになってしまって500円だったベタちゃんですね。先ほど紹介したギル&テールをね毎日添加していきたいと思います。いかがだったでしょうか。スーマの効力すごいですよね。またね今まで紹介したものを入れれば必ず病気が治るとかね、そういったものではないので、予防の観点でねぜひ使っていってほしいなと思います。またねベタちゃん少し体調崩してね困ってるなという方もね少しでも力になれたら嬉しいと思います。最後にね桜の名所を紹介してますので、よかったら最後までお付き合いください。
すごいじゃん、ひろちゃん。